さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。最近寝癖がひどくて朝が大変です。皆さんどうもこんにちは。寝癖はパーマだと思ってる霊夢です。ポジティブすぎない？毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日もカービィディスカバリーを実況していきます。前回はゴリラとアルマジロを倒したわね。今回もサクッと残りのボスを倒しちまおう。さあ寝ろ。今回もカービィの餌になってもらうぞ。今までのレンジャーじゃないからな、甘く見ない方がいいぜ。そうそう、今回のレンジャーはエネルギー弾がすごいんだ。本当にすごかった。あんな上のやつも狙えるのね。ほらどうだ、最後はメタナイトになっちゃったけど。こいつの投げたナイフを吸い込むとなるんだったな。二度も負けるなんて。ふう、君もなかなか強かったよ。ボスの攻撃も強いから侮れないね。ちゃんと着替えていくんだな。なんと、今日でボス戦は終わりました。めんどくさいペンギンがいなくて助かったわ。ワドルディも全員救出できたし、クリアしちゃいましょう。あれ？今回設計図はなし？あ、取り忘れたかも。うぷ主、ちょっともう一回行ってきて。ジェットコースターを乗る前のところにありました。やっぱりあったのね。ストームトルネードか、トルネードの第三進化だな。はぁ、また店内で暴れるんだろうな。暴れます。じゃーん、こちらがストームトルネードです。黒いトルネードとかもう物騒でしかない。嵐を巻き起こす気満々なんですけど。じゃあちょっと試しに動いてみよう。親方、見ててねー。これだけの規模の竜巻があれば心強いわ。これで敵を大量に巻き込めるわね。イエーイ。それじゃあ火山の続きを攻略していきたいと思います。お、ついにボス戦間近か。大量の獣たち、最終決戦って感じね。決戦、ビースト軍団包囲網か。何匹来たって同じことだ。こんなことのためにタイムクラッシュを持ってきました。殺意がすごい。このまがまがしい感じ、いかにもって感じね。何が出てくるかわからない不気味さがあるぜ。おい、誰かいないのか。このカービィさんが来てやったぞ。反応なしだぜ。この下でうじゃうじゃ待ち構えてんじゃないの？そうなったらクラッシュで綺麗に掃除してやる。お邪魔します。やっぱり待ち構えていやがった。早速掃除か、いいだろう。時間に遅くなれー。たー、これやる方はいいけど、やられた方はたまったもんじゃないわね。何もできず気づいたら倒されてるんだもんな。ふっふっふ、大人数できてもこういうことさ。これが一度と言わず何度も使えたらいいのに。どうだ、これで綺麗さっぱりなくなったぞ。ほんと規格外の強さだな。これで安全に進めます。なんかコピー能力落ちてないかな。あ、ちょうどソードがいたよ。まあいいか、これで進もう。もっと奥には大量の獣がいると思うわ。よし、頑張るぞ。あ、あのでかい毒ガエル。めんどくさいやつもいるのね。ガエルの上にはドルディがいるから助けないと。どこかに水があればこいつを倒せるだろう。あ、ちょうどあそこから水が汲めるわよ。水を飲んだ僕は最強だ。あの毒ガエルなんか敵じゃないぞ。ハイドロポンプ。毒がついているとかわいそうだから掃除だよ。回復アイテムもたんまりゲットできてよかったな。ねえ、ここ自販機が来る場所じゃないよね。ああ、そもそも生き物が来る場所じゃねえ。これは落ちたらダメなところだ。慎重に慎重に。ひぃ、この火の玉なんなの。タイミングが全然わからない。危ねえ。じゃあ落ちる落ちる。危なかった、この先もヤバそうだよ。もう道がまともじゃないからな。本当にこの先にゴールがあるのかしら。お、隠しボタンじゃん。ああ、落ちちゃった。意外とそこまでのダメージは食らわないんだな。あんたコントロール悪いわね。力出しているもんで。おお、壁が出てきたよ。これで安全に渡れるってことね。あのでかい火の玉も防いでくれるのか、めちゃくちゃ助かるぜ。こんなものあるなら隠さないで出しててほしいわ。階段があるってことは自販機はここで終わりみたいだね。なんだか寂しいな、愛着が湧いちゃったよ。いい活躍してくれたものね。階段を今度は頬張って進もう。これ本当動きづらいんだよね。この状態で長くは移動しないでしょ。ぺったんこできるのは便利だわ。あちちち、もう危ない。あ、ワドルディがあそこにいるぜ。僕ってばここまで助けに来るなんて優しいな。別に助けに来たわけじゃねえだろ。あ、ちょうどトルネードもいるよ。これならゴボッと進めそうね。うん、カービィさんありがとうございます。よかったな、これで萌え済み済んだぞ。順調に救出できています。この工場、危険なのに動物多すぎない？何者かに寄せ集められたんだろう。ちょっと、これトルネードにぴったりな形じゃない？確かにこれは気持ちいい。トルネードにしててよかった
水上も何のその、ワニなんか関係ありません。すげえ、ここまで便利だと思わなかったぜ。今回トルネード大活躍ね。こんなところにボートがあるってことは、さっきのアドルディのところに戻るのか。任せなさい。どうなってるのこのボート。ワニも綺麗に倒して救出完了ね。ありがとうございます。ワニの餌になるかと思ってました。あー、お腹減ったなー。カービィの餌にされるぞ。なんかトカゲみたいなのがいるんだけど。気のせいじゃない。思いっきりいる。あ、屋上のひび割れから突撃できそうよ。おやー、叩き潰してやる。ふえー、ふん、もっと頑丈な建物にこもるんだったな。あー、ワドルディもここにいたよ。ついにクリアね。今回も大変だったわ。次はいよいよボス戦だ。気合を入れて頑張ろうぜ。楽して勝つにはどうしたらいいかな。早速サボろうとしてやがる。いろんな意味で地獄のコースからスタートです。なんだよいろんな意味で地獄って。サクッとクリアしちゃうんだから。サクッと帰らせていただきます。待てー、これは本当にいろんな意味で地獄だね。しかもタイムアタックしてくれってよ。私の場合はタイム以前にクリアできるかが心配だよ。おいドーナッツ、ストップ。誰もがそう思うことだぜ。何言ってんのさ、マリオが僕たちを揺らしてるんだ。お、ほ、実に面白い冗談だ。実に面白い冗談だ。まだ言うか。その後マリオさんは何かに取り憑かれているかのように、ひたすらドーナッツくんをポヨンポヨンし続けた。そういうコースなんだよ。頑張れー、進めー、はよわれー。本音出ちゃってるぜ。ちょっと今どれくらいよ。これくらい。わかんないよ。ほんのちょっとずつ進んでるよ。僕は一体何をやっているんだ。弾みすぎてわけわかんなくなってる。でももうちょっとよ。時間がやばい。よっしゃー、抜けた。あとはバーを触るだけだよ。はぁ、長かったー。ウプ主のタイム、残り46秒でしたー。ひでえもんだ。スピードランが苦手な人でもそれっぽく見えちゃう魔法のコースです。お前にぴったりじゃねえか。よし、やってやるぞー。全自動だけどね。おーおー、こりゃ安全に進めるぞー。ウプ主がやると毎回すぐ死ぬからな。すぐやられたいって人にはかなりいいと思うよ。そんな人いねえよ。おお、岩枠だ。どっすんだよ。はっ、今の僕は怖いものなしだぞー。うわ、今がっつりしたのドッスンのトゲ踏んでたろ。何のことかなぁ。何でもありだな。これ全自動って言わなかったら、本当に私がスピードランやっているみたいに見えるでしょ。いやいやいや、そんなことないわよ。だってウプ主がこんなに上手いはずないもの。確かにそうだな。そうだそうだ。揃いも揃ってなんてことを。よし、ラストスパートだ。ほっていって倒されたぜ。なんて言おうとしたのかしら。ほ